この一日で撮り終えるのが僕のポリシーなんですけど、ポリシー葛藤になってですね、葛藤おいおいダボペースが乱れてるぞ。ニューヨークレコーディング、カップの焼きそばと中華料理屋に出てくるソース焼きそばみたいな。2001年はヒットを作ってみるっていう、さまざまな別名を持つ男、さまざまな声を持つ男、国際級段違いで格違いのリリカルスキルを駆使する男、しかもメディケアダボ。ヒップホップカルチャーを支え続けるデフジャム、その巨大レーベルがついにデフジャムジャパンを設立。まさにヒップホップの黒船来襲とも言うべき事件。やるじゃんね、ジャムジャパンと。なかなか目のつけどころがいいねと。俺に目つけたのはいいけど、他にはどんな人に声かけてんの、変な人に声かけてたら俺やだって言って、その辺もクリアだったんで。じゃあやろうかと。生ける伝説とも言うべきゲストも続々登場。事件の大きさを物語る。社長のケビン・ラルズ・インザ・ハウス、キング・オブ・ヒップ・ホップ・リオ・コーン・インザ・ハウス。ユニバーサルグループが誇るデフジャム、発売する作品のほとんどがナショナルチャートトップ5を記録するというヒップホップ界の健康有料児にして超不良集団。ウータンクランのメスコとメソッドマン、デフスクワットのレッドマン、デフジャムが誇るミリオンセラーコンビのダイナマイトデュオも設立記念パーティーに駆けつけた。看板すごいでかいから、こうプレッシャーになりそうなもんなんで、あんまりこう余計なことは考えないで作品に集中するようにしてます。日本のアンダーグラウンドから世界のオーバーグラウンドへ、ダボ始動。今思うこと。 B の龍が、ダボ from デフジャムジャパン。バイトフォーカイト沼田氏プロデュース、ウェア&グッズ&トイズ、リビングレジェンズ ESC 来日、チャートプロモアナログプレゼントの D の流派。この番組はワーナーミュージックジャパンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
見つめます星が織り出す光と影。未来都市まだ未来都市思い越し上げてくる星ラグリマスネグラスダウンロードナウチャララララお探しのタレントはここにいます。キャストネットラボワールドクラスの才能シーンからのプロップスの高さ。レコーディング日にちスタジオを押さえてあるじゃないですか。それがで例えばこの日1日でダボの声を取り終えるよって言われたらこの1日で取り終えるのが僕のポリシーなんですけど、日本に帰ってきてからやっぱり嫌だからもう一回やり直してくださいと、そうやって言うのすごい嫌いなんですけど、ニューヨークまで飛ばしてもらって失敗、納得いってないっていうのがこう心にこう葛藤になってですね。でそのシングルの B 面の方、東京で日本で撮ってる方のやつのレコーディングにまで響いちゃって、それもこうどん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 こう3回ぐらいスタジオ無駄にしちゃったりとかしてですね、おいダボペースが乱れてるぞっていうのが面白いけど笑えないエピソードですかね。定評のあるライブパフォーマンスダボ。ヒップホップの DJ やユニット幅広いジャンルのアーティストとコラボレートするキラー MC ダボ。 R&B の歌姫タイラーとの共演。そういう企画キャスメイの件ももう一度俺一発解決まさにマグネリック俺がミスタープラス愛してるぜミスマイラップ同士愛のガイランサイザーサイザートニーみたいにいたあちこち指差し確認秘密のスイッチ窓の外は雨後ろの正面俺は誰 That's key That's right 超ごめんと僕に甘くて硬いコンクリート僕はなはに傲慢なダリー独り占めその傲慢なバリー溶け出す氷の画面微笑したダルシーズンシーツはびしょびしょ実証もう天熱からタイマーの声全部は花じゃないタイマーの声全部は花じゃない渋谷区宇田川町の地下組織ニトロ。すっごい仲いいんですよ。保育園みたいな感じですね。子供の集まりですね。ただでさえ子供が集まってるのにこう集まるともっと子供になってっちゃうみたいな困った集団ですよ。扱いにくいです。全部自分に返ってくるもんだから、それはやりがいは確実にソロの方があるけど、まあニトロはすごい逆に気軽に遊び感覚でやれるっていうのはすごい素晴らしい。カップの焼きそばと中華料理屋に出てくるソース焼きそばみたいな、こういう感じですかね。ソロはダムのソロは本格派、中華料理の味ということにしておいてください。ニトロマイクロフォンアンダーグラウンド、有り余るアホなパワーを排泄する場、ソロアーティストダボ、魂の表現究極に挑戦する場、順風満帆追い風良好。故障したんで、今日
方だとホットカーペット買ってみたりとか、ちょっとこのコーナーにいいみたいみたいな、こうちっちゃいサボテンとか買ってみたりとか、このキャンドル寝室にとか、そういうすんごい可愛いことやってますね最近。コアラリキッドでそのヤムジャムのパーティー、ヤムジャムジャパンのパーティーやったその日の夜、夜中の3時ぐらいに、でもお疲れ、うん、今日はみんなね、何とか何とかねっていう電話を、その日電話を落として今日電話をゲットして、その留守電を今日聞いて泣きそうになりました。マキちゃんありがとう、嬉しいっすね。はい、シングル出ました、クラブでかかってます、かかってます、かかってます、アルバムドーン、話題騒然。このアルバムが出た後にこうまたポチョンポチョンとこう客演したものとかがこうダボ名義じゃないけどリチャリングダボみたいなポチョンポチョンとこう出てですね、ああやっぱりダボホットだよって言ってるうちにこうセカンドシングルをスパンと切ってですね、でこうシングル用のリミックスを添えて、花のあるゲストを某うんさんをこう呼んでですね、すごいこのシングルが売れちゃう予定なんですよ。それをドカーンと売って実家にこう酒樽でも送りましょうかね肩もみ券とか2001年はヒットを作ってみるっていうのは面白いかもしれない。メイデイメイデイ、こちら東京市中央統制を世界の同行性目付けねえ、ダーツキーケイヨ、デフジャム第1号アーティスト LL クールジェイ、デフジャムジャパン第1号アーティストダボ、2001年1月デビュー。ミサイルガールスクートなどから人気 MC3 人が集結した驚異のプロジェクト。